なんでそんなハマったこのゼルダシリーズには、そもそも最初にやったゲームやったからっていうのもあるかもしれないけど、まあ、後々いろんなゲームやっていく中でどのゲームも面白いですけど、やっぱこう謎解きと、謎解きとそのアクションのバランスがめちゃくちゃいいんですよ。で絶対謎解けるんですよ。わかります？絶対に謎が解けるんですよ、考えれば。まあ、言ってることはすごい詰まることがないんですよ、うん、うわ全然わかんないっていうのがないんですよ、うんうん、端っこから潰していけば絶対わかるんですよ、うんうん、老若男女楽しめますし、うんうん、でしかもあさっきのこれ応用して使えるんだみたいな、うんうん、数学をゲームしてるみたいな、はあ、そういうのが好きで、であとそのダンジョンで得たアイテムでボスを倒すっていうのが結構定番ですけど、うんうん、最近そういうのなくなってきてますけど、うんうん、それがすごい好きで、あ、このアイテムでこう倒すんだっていう感動とかが好きで、だからそれ僕ゼルダがめちゃくちゃハマってるんですよ。そのさっき老若男女っていうのはちょっとお気に入って喋ったよ。噛むの怖いからちょっと一呼吸置いて喋ったんで。それをずっと気にしてたんです俺がこんだけ熱入れて喋ってるのにこいつ老若男女を噛まないように喋ってんなを気にしてた、うん、気にしたでしょ。気にしたよ。気にしたよ。喋らなきゃいいのに結構難しいことを喋るよね。